はようございます。はい、今回は兵庫県神戸市にある阪神電車春日野道駅に来ました。実は日本で一番危険な駅とも一時期言われていたみたいなんですが、現在はどうなってるんでしょうか。見ていきましょう。レッツゴー。まずこの道路ですが、近くにはスーパーのライフとかくら寿司がありますね。ここは実は1933年の頃には路面電車が走っていて、大阪まで続いていたみたいです。もう少し先に行くとドン・キホーテがあるんですけど、その近くには電停があるんですね。おそらく路面電車の名残ではないでしょうか。この辺に路面電車の駅があったと思われます。はい、電停の前まで来ました。すっごいですね。ここだけかなり古い感じがします。以前紹介した神戸の電停とよく似ていますね。結構薄暗くて夜は危険かもしれないです。すごいですね、ここだけかなり古い感じがします。はい、今は阪神の春日野道東改札前にいるんですけど、ここには当時の写真など神戸港の風景が展示されています。すごい狭いですね。当時はかなり危険で、ホームの幅は3メートルで、長さ120メートルの島式ホームで、電車が通るたびに飛ばされそうになるぐらい風圧が来てたらしいです。楽しみですね。見てください。今はだいぶ広くなっていて、まあ、自分から飛び込まない限りは安全な広さのホームになってます。すごく汚くなってるんですけど、あれがかつてのホームになってたみたいです。想像以上に狭くて危険な感じがしますね。ですが、こんなに狭い春日野道駅でも開業以来70年間人身事故は1回もなかったみたいです。駅から出てすぐの場所に春日野道商店街があります。この商店街なんですけど、昔はかなり栄えてたみたいです。前に新開地に行った動画をアップしたんですけど、当時の新開地と同じぐらい栄えてた商店街がここ春日野道商店街だったみたいです。今までも結構にぎわってますね。はい、今いる道を抜けるとこんな道に繋がるんですけど、ここは昔小野中商店街という神戸最古の商店街があったみたいです。ここ前来た時魚民やったね。変わってる、焼肉になってる。ちょっと今知ったことなんですけど、この商店街には西国街道という道があって、江戸時代にね、大名行列があったと思うんですけど、その大名行列で通ってた道がこの本街道っていう、この道を通って実際に九州まで行ってたみたいです。すごいですよね、こんなのが残ってるっていうのがまだすごいですね。結構にぎわってます。かなり人が多くなってきた。はい、結構いい感じのお店があったので今から行ってきたいと思います。カフェクラン、いいかな、どうかちょっと聞いてきます。こんにちは、すいません。はい、ここってあのご飯とかって取ったりとかしてもいいですか。うん、いいですよ。いいですか。うん、取るだけでしょ。そうです、うん、はい、ありがとうございます。はい、いただきます。あ、すいません、ありがとうございました。はい、サクサク、うまっ、めっちゃうまい。ごちそうさまです。めっちゃ美味しかったです。すみません、ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、この辺でなんか観光スポットみたいな有名な場所とかってありますか。この辺で、この辺で、うん、食べるところ、食べる、何でもいい、何でも大丈夫なんですけど。商店街の方で。そうです、そうです。
あのね、ちょっとずっと上の方上がっていったらね、食べ物屋さんもたくさんあるんですけどね、王将もあったり、こっち、はい、居酒屋さんもあったりするんで、はい、この下はね、閉まってるとこ多いですよ。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。これの上がり張った方があっちの方に、うん、いい違うかしら。あ、わかりました。はい、行ってみます。はい、どうも、ありがとうございます。はい、どうも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございました。カフェクラウンさん、めっちゃ親切ないいお店でした。ありがとうございました。周り見てると結構飲み屋さんが多いですね。だから夜に来たらすごい楽しそう。港銀行を見るとやっぱ兵庫県って感じがしますね。はい、ということで春日の道商店街回ってきました。楽しかったです。はい、今回なんですけど、阪神の春日の道駅から JR の春日の道駅まで歩きました。駅から駅までの間に商店街があったんですけど、やっぱりそういった理由で栄えたんじゃないかなと思います。昔ながらの商店街ってすごい人も優しいし、いいなと思いました。ぜひおすすめなので行ってみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。